10月13日16時午後4時の日沼川大貫橋下流付近の状態です。見渡す限り水、見渡す限り水、大洗から大貫橋に向かうところも冠水で通行止め、私が住んでいる場所に来る大場町の真島地区には全ての道が冠水で来れませんと、まさしくこの家の周りが全て湖のような状態になってます。私は2階から撮影しています。もう、満潮が今ピークでしょうから、これからは、緩やかに水が引いてくれるだろうという期待のもと、ただただ待機をしているだけです。